るよ簡単に。22番、下のグラフは道路交通事故の事故件数と負傷者数の推移をまとめたものである。このグラフから判断できることとして最も妥当なのはどれか。スピードアップのために選択肢は楽なものからチェックしましょう。時間の節約になります。楽なものとしてはまず2つ比べるタイプ。例として A は 80% より大きい、または A は B より小さいなどの選択肢があります。次に計算なしで表を見るだけのタイプです。例として2022年度で3番目は A であるなどがあります。逆に大変なのは計算ありで全部調べるタイプです。例として全ての中で増加率が最大なのは A などがあります。最後に×確定で超楽なのは理由が書いてあるタイプです。これは×確定です。資料は結果のみ表すもので、資料から理由まではわからないはずだからです。例として A が減少したのは不景気のためなどがあります。またわかるはずがないものを聞いているものも×確定です。例として人数がわからないのに一人当たりの数値を聞いている場合などがあります。それでは今回の選択肢でどれが楽でどれが大変か最初に吟味しましょう。選択肢1は平成7年の負傷者数と平成27年の負傷者数を比較するので2つです。選択肢2は平成12年の事故件数と平成7年の事故件数を比べるので2つです。選択肢3は平成17年の事故件数1件あたりの負傷者数と 1.5 人を比べるので2つです。選択肢4は平成22年の負傷者数と平成17年の負傷者数を比べるので2つです。選択肢5は平成27年の事故件数と平成22年の事故件数を比べるので2つになります。それでは選択肢を簡単な順に1、2、3、4、5とチェックしていきましょう。選択肢の1番、平成7年の負傷者数は平成27年の負傷者数の 1.5 倍を超えている。まずすぐに計算に取り掛かれるように数値を書き込んでおきます。1000の位までで書き込むと、事故件数は平成7年から順に770、930、930、720、530とします。負傷者数は平成7年から順に910、1160、1160、900、680、とします。選択肢通りの不等式を立てると、7年の負傷者数大なり27年の負傷者数の 1.5 倍、数値に直すと910大なり 680×1.5、 計算すると910大なり1020。これは嘘ですね。というわけで嘘だ。1は×です。選択肢の2番、平成12年の事故件数は平成7年の事故件数よりも 30% 以上増加している。選択肢通りの不等式を立てると、12年の事故件数大なり7年の事故件数の 30% 増し、数値に直すと930大なり 770×1.3、 計算すると930大なり1001。これは違いますね。
というわけで、違うには、だです。選択肢の3番。平成17年の事故件数1件あたりの負傷者数は 1.5 人に満たない。選択肢通りの不等式を立てると、17年の事故件数あたりの17年の負傷者数小なり 1.5。 ここで A あたりの B は A 分の B と直すことができるので、つまり17年の事故件数分の17年の負傷者数小なり 1.5 となります。数値に直すと930分の1160小なり 1.5、分母を払うと1160小なり 1.5×930、 計算すると1160小なり1395。これは合ってますね。というわけでこれだ。3が丸です。選択肢の4番。平成22年の負傷者数は平成17年の負傷者数より 30% 以上減少している。ここで 30% 以上減少しているというのは、 30% よりすごく減少しているということなので、 30% 引きより小さいとなり、不等式で表せます。そこで選択肢通りの不等式を立てると、22年の負傷者数小なりイコール17年の負傷者数の 30% 引き、数値に直すと900小なりイコール 1160×0.7、 計算すると900小なりイコール812。これはおかしいですね。というわけでなんかおかしいな。4はバツです。選択肢の5番。平成27年の事故件数は平成22年の事故件数よりも20万件以上減少している。ここで20万件以上減少しているというのは、20万件よりすごく減少しているということなので、20万件引きより小さいとなり、不等式で表せます。そこで選択肢通りの不等式を立てると、27年の事故件数小なりイコール22年の事故件数の20万件引き、数値に直すと53万小なりイコール72万マイナス20万、計算すると53万小なりイコール52万。これは違いますね。というわけで違う。5は×です。チャンネル登録お願いします。見てくれてありがとう。入試やテスト頑張ってね。